バドミントンはシャトルが風の影響を受けないよう窓を開けずに行われる。とうとうこの日が来た。ずっと背中を追いかけてきたあの人と対戦する時が。オンマイライト、水島亮君、横浜港高校。オンマイレフト、湯沢健人君、横浜港高校。水島君、トゥーサーブ。ラボールプレイ。無風状態の室内でも今俺の中では風が吹く。強く強く、もっと激しく風を吹け。起立。レーン。終わったー。夏休み、夏休み。やっ。あ、地蔵。それ、この間見に行った横浜港の県大会。さあ、遊佐健人の決勝。すごかったな、あん時の遊佐健人。俺らとはレベルが違いすぎるよな。俺もこんな風にやれればな。レオさん、お前やっぱ横浜港受けてみれば。え、ない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 、横浜港なんて絶対無理だって。そんなんやってみないと分かんないじゃん。うまくすりゃ憧れの遊佐健人と一緒にバドできんだぜ。無理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 、無理に決まってるって。おいおいおい、そこまで否定するかよ。無理だよ絶対。そうだ、やめとけやめとけ、やるだけ無駄だって。一緒に江奈山高校行こうぜ。ヒロト。そうだな、俺たち3人江奈山高校行ってバド部盛り上げようぜ。盛り上げよう。うん、水島。あ、今行きます。なんか島村先生に呼ばれてんだった。え、何やらかした。やばいじゃん。何もやってないよ多分。俺呼び出されるようなこと何かしたっけ。水島、こっちだ。え？応接室？失礼します。水島、こちら横浜港高校バドミントン部監督の海老原先生だ。横浜港？海老原です、よろしく。島村先生は私の教え子でね。え？ああ、バドミントンじゃなくて数学な、教わったのは。おかげでこうして水島君に会うことができた。君はとてもいい足をしてるね。足ですか？単刀直入に言います、横浜港に来ませんか。え？水島君にうちのバドミントン部に来てもらいたいと思っています。え、あ、いや、あのスポーツ推薦で呼んでくださるそうだ。何かの間違いだと思うよな。でも本当らしいぜ。でも俺、僕公式戦の成績も良くなくて。それは経験の差です。うちに来れば十分な経験が積めます。どうです、横浜港に来てくれませんか。一緒にもっと上を目指していきましょう。横浜港？スポーツ推薦ってマジか？マジらしいんだ。どう思う？お前そんなすごかったっけ？絶対無理っつったじゃん。え、俺は。なんでお前だけよ。なんか足がいいって。
足？俺だって足には自信あるぞ。あ、うん。でもラッキーじゃん。お前行きたかったんだろ、横浜湊。いやいや、俺まだどうするか。あ、リカさんも横浜湊だし。だ、姉ちゃんは入れ違いに卒業だよ。すっか、リョウは横浜湊か。一緒に江ノ山行くって思ってたのに。お、裏切り者。あ、まだ行くって決めたわけじゃん。自信ないし。やっぱ一緒に江ノ山でまたやろうよ。はあ？チャンスじゃん。すっげえチャンス。エナヤマは俺とヒロトだけで十分だよ。じゃあな。シゾ？ちょっと待てよシゾ。どうしたんだ急に。シゾがいなければ俺バドやってなかったんだよな。いいから来いよ。いや、俺バスケに興味ないし、仮入部とかする気ないし。バスケじゃないじゃん。あれ、呼び間違えた？入部希望ね。ようこそバドミントン部へ。はい、よろしくお願いします。ま、偶然だったけど。ずっと一緒にやってきた。いつも一緒に頑張ってきた。俺と静雄とヒロと3人で。俺たち3人江ノ山高校行ってバド部盛り上げようぜ。盛り上げよう。横浜港に来ませんか。どうしよう。スポーツ推薦？うん、今日学校に監督の海老原先生が来て、俺もびっくりしてたんだけど、すごくいい話だと思うんだ。受験もパスできるし。ダメだ。え、スポーツ推薦なんて大変なだけだ。え、怪我でもして競技を続けられなくなったらどうする。だいたいお前のレベルでついていけるのか。やっぱ無理かな。ねえ亮、そんな背伸びしなくてもバドミントンなら静雄ちゃんたちと江ノ山高校でやればいいじゃない。うん、けどダメだ。ねえ亮、なんか言いたいことあるんじゃないの。姉ちゃん、私も推薦で横浜港入ったけど別に大変ってことないし。理科は特進コースだ。スポーツ推薦とは違うだろう。違わないよ。ちょっと、わかった、もうわかったから。俺走ってくれ。やっぱダメか。りょう、ちょっと待ちなさい。姉ちゃん。お父さん学生の頃陸上やってたじゃない。うん、大学ね、スポーツ推薦で入ったんだって。え、けど怪我で続けられなくなってすごい苦労したらしいのよ。だからきっと亮には同じ苦労をさせたくないんだよ。でもそれはお父さんの事情。亮の気持ちはどうなの。海老原先生に誘われたからこうとか、お父さんが反対するからこうとか、そういうんじゃなくて、亮の本当の気持ちはどうなの。亮は本当はどうしたい、何をしたいの。自分で考えて自分で決めなきゃダメだよ。
本当の気持ち。なんとなく始めたバドミントンだったけど、楽しくて、ただ楽しくて、きつい時ですら楽しくて。2年の夏、俺が部長、静雄が副部長になった。チームもどんどん力をつけて、市の大会から県大会に勝ち上がれるようになってきた。りゃあ、シーチそして、3年になってたまたま見に行った高校の県大会の決勝戦で出会ったんだ、遊佐賢人に。あんなプレーがしたい、俺もいつか。バドミントン部の監督の海老原先生ってね、人を見る目すごいあるんだよ。え？その海老原先生がわざわざ声をかけたってことは、寮には見どころがあるってことだと思う。そうなの？あの子、小さい頃からちょっと気が弱くて一歩引いてしまうようなとこがあって、つい心配になっちゃうのよ。大丈夫よ。寮、バドミントン始めてから少し変わったと思わない？変わった？横浜湊に行けばもっと変われるかもしれない。だからやりたいようにやってみた方がいいと思う。俺の本当の気持ち。亮の本当の気持ちはどうなの？俺は思いっきりバドができればそれだけでいいって思ってたけど。横浜湊に来ませんか？けど本当は、俺試してみたい。無理かもしれなくてもやってみたい。遊佐さんと同じ場所でどこまで行けるのか。いつか遊佐さんみたいなプレーをしてみたい。ごめん、やっぱり俺。おい、亮、横浜湊絶対行け。俺も恵那山行く、絶対。ヒロトもな。静雄、恵那山対横浜湊だ。勝つのは俺だ、俺だ。絶対行くよ、横浜湊。ああ。ここから始まる気がする。俺の試合開始。ラブオールプレイ。お願いがあるんだけど。俺、やっぱり横浜湊行きたい。遊佐さんのいる強いチームでバドミントンがしたい。どこまでやれるか試してみたいんだ。亮、許すわけには。待って、俺スポーツ推薦じゃなくて進学コースで横浜湊に行こうと思うんだ。え？進学コース？亮、分かってる。今の成績じゃ進学コースの推薦を受けるのはかなり無理ってこと。だから頑張るよ、これから思いっきり頑張る。なんかダメだと思ったんだ、それくらい頑張らなきゃ。そうでなきゃ横浜湊に行ったって今までと変わらないって。俺頑張る、絶対頑張る。だから横浜湊に行かせてください。
なた。わかった、頑張りなさい。ありがとう。行くよ。え、そうと決まったらすぐ始めなきゃ。今、そう今。まさか進学コースとはね。うん、よく言った。東大余裕で現役合格間違いなしのこの私がバックアップしてあげる。ありがとう。よし、進学コース推薦で。お前気は確かか。スポーツ推薦で入れてくれるって言ってんだぞ。分かってます。でも真剣に考えてそう決めたんです。そうなのか。でもお前相当頑張んないとだぞ。はい。水島、俺はバドミントンの知識がなさすぎてお前の力を引き出してやれなかった。すまん。先生。水島、何としても横浜港に行けよ。俺はめちゃくちゃ本気の受験勉強を始めた。そして2学期が始まり、しばらく経った頃、お前本当によく頑張ったな。これなら進学コースいけそうだぞ。おお、できる、やればできるじゃん俺。え、横浜港の練習に。何人かの中学生の皆さんにうちの練習に慣れてもらおうと思ってるんです。参加できますか。はい、できます、します。よろしくお願いします。すげえじゃん、横浜港で練習って。今日から毎週木曜放課後だって。遊佐健人と練習か。サインもらってきてくれよ。いや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 、でもなんかちょっとドキドキする。俺は受験のこと考えてドキドキだぜ。俺もいいよな、私立の推薦組は余裕って。二人とも頑張れよ受験。おお。じゃあな、行ってくるわ。やあ集中。失礼します。勇往邁進。皆さん集まってください。今日からこの5人の中学生が週1回一緒に練習に参加します。簡単に自己紹介してください。中町大中学の水島亮です。うっす。のぞみ中学校の榊翔平です。桃浜中学の東山太一、双子の兄の方です。桃浜中学の東山陽次、双子の弟の方です。金沢渚中学校松田光輝です。よろしくお願いします。うちの部長2年の本郷くんです。よろしく。そして彼が1年ながらうちのエースの遊佐健人君。
の遊佐賢人と同じトレーニングなんて絶対きついよね。俺ついていけるのかな。榊くんに東山ツインズって神奈川県では有名な選手ばっかりだし。あれ、でも金沢渚中の松田